はい、どうもこんにちは、リッチです。さあ今回もアクアティカやっていきましょう。さあ前回はチュートリアルが終わりまして、今回は発展編スタートと。ただまず、このね、季節的に言うと冬に備えないといけないと。だ燃料ですね、これが必要で。で、人口増えるかな、ちょっとログはあれば出るのかな。ここに今ね、人が住む空間があって、44で8人まで住めるというところで、海底基地。ああ、こう政策が打てるね。まあ、研究してないけど、例えば移民奨励で移民が来やすくとか、そういうのもできると。で、西だね。じゃあこれ出しとこう。で、まもなく司令部から労働者が到着。これ多分来たら出るはずなんで、ちょっと出しといて。で、まあ、居住者今2人ね。お、すごい、なんか、こいつだけ、リアルな顔写真っぽいんだけど、これは普通にゲームでアニメ寄りの感じだね。で、配偶者がコフェリックス。まあ、これ今、アダムとイブ的な、一家庭のみあると。で、今、電気もプラスになりまして、人が増えた時には酸素足りなくなるだろうと。これかぶっちゃう。ちょっと右下、この辺に置いときましょうか。いや、右上かな。ここ多分何も出ないと思う。で、これね、酸素生成施設。早めに生産上げておこうかなと。で、お金はね、あるんで、問題プラスチック。プラスチックの製造ちょっと足んないんじゃないのと。プラここだっけ、確か。これね、維持費。さっき来ましたね。新たな入植者受け入れましょう。まずこれかな。で、海綿という素材がいる。で、233で生産が112に対して使用が10と。うん、こっちかな。年間必要数は120なんで、だ10でいいね。合ってます。変動はしないだろうと。で、今はこれ消費減らす、維持費を減らすよりかは生産のみ拡大していけばいいだろう。で、工具はないと。これまたね、研究がいりそう。え、住居、嘘。そんなにいっぱい来たの？ちょっと待って待って待って。え？あ、家族問題かな。多分これはあれだよね。その、1家庭で4人までってことだよね。だからシンプルに、今だと、何家庭いた？4家族いるから4個いるんじゃないか。そうなんだ。で、今開いた時見えました。これ断熱のリフォームね。まあ必要なその燃料を減らすことができると。これやっときますか。これ居住者でこっち1人だね。居住者多い方に使うべきだったね。これ入ってくれと。早く結婚してちょっと統合してほしいね。さあ、で、これかな。レジェンドが入職。伝説が張りましたね。で、サンティアゴとメロディーね。の3人で家が4ついると。あれ、結婚した。レジェンドとメロディー結婚したよ。早い。なら、一貫空いてんじゃないかな。家族的にはそう減ったよね。ああ、オッケーオッケー。で、子供がこの、あの中でね、家の中で生まれてくると。さて、どうしようかな。燃料結構重要です。ないですね。燃料はこの製油所。なので、まず生産上げていくべきなんじゃないかなと。ここでまず変わるんで、その後よね。だから労働者増やせば多分増えるはずなんですよ。行きますか。やりますか。はい。あれもう燃料めっちゃいるな。で、ちょっと効率落ちましたね。まあ、あれか、少ないからか。これもじゃあ増やすか。足りる？どうなんだ。さあ、プラスチック400個。で、司令部はどこにあるんだろうね。今ね、小惑星がぶつかって、それゆえに、こう回転都市作ってるわけですけど。あ、これ石油足んないっすね。作るか。まずこうね、作らずに、新しく作らずにね、
研究でできるんならやっていきますが、無理ならこういうふうに増やしていくほかないと。よし、まあこれまずこの辺重要だからね、インフラね。でこれ食料を見ていると、ムール貝から始まりかぼちゃとか米とかそういったものもできる、料理もいずれする、ラーメンができると。シーフードラーメンね。いや楽しみですね。でまあ何しようというところですけど、そうだな、まず原油不足問題これで解消するはずで、プラをちょっと使いすぎてるか、ちょっとデータ見ましょう。さあここでね、プラスチック、まあこれ合計数でいいかな、まあ、今もらったんでねもらったんで増えてますけど、これ良くないですね。でムール貝ね、めちゃくちゃ減ってます。食料、食料ちょっとあれだね、加工トレンドというか、これ良くないですね、流れとして。でここ1個しかなくて年間310個取れるらしい、これちょっとやばいな。生産性上げます。でこれ生産性最大にしてから人増やすことで、これ年間990人、年間300ちょいから990人と。で今結構ドローン使ってるはずで、これ電池ね、これやらないといけないかなと。でちょっと研究しますか。次お金は比較的余っている。でこれドローン製造工場いきますか。あ待てよ、石油プラットフォーム近くにある製油所、生産量増えますよと。これからの効果な、先こっちかな、範囲あるけど、もしかしたらこの中のやつ上がるんじゃないかなと。さあいよいよいよ、さあ10月、まだ13度だね。次何していこうかなというとこで、さあちなみに空いてるドローンは見れんのかな、見れなそうだね。こっちか、秋フリードローン2しかない、フリーワーカー5いるけど、待てよ、ってなると待て、まず研究しようかな。シンボラいいですかね、こっちなんか作るべきじゃないか、研究かだこの中で生産ができる仕立て屋、服作れるよとかね、ジュエリー作れるよとか、まあこれ幸福度に関係する部分だと思うけど、今はないか。ちょドローンだね、もうとにかく次ドローンです。これいきましょう。フリードローンがなければこの海底の施設は終わってしまうと。これでも先読みの電気とか作れるかな、食料多分足りるよね。さあ釣り場とかもありますね。維持費は海面、海面はあれそん、ん大丈夫かな、そうか海面あれか分かってないのか、どんくらい取れるか予想がないので、うん、じゃあ効率上げようかな。さあコロニー開拓するにはすでに多くのドローンが必要になります。ドローン工場作りましょう、分かっていますよと。電気工ですね、これは維持費はお金です、年間40なんで、まあ月当たりで言えばね4にも満たないと。まあ、めちゃくちゃ置いていけばかさみますけども、でこれもね、当然効率化できるんで、まあ、いずれやるとして、さあ行きましょう。ドローンだね、ドローン製造工場、ドローンマーク1を作ると。で担当者エンジニア、ドローンエンジニア、あドローン来た、ナイス、ドローンナイス、いいですね。で必要なものはお金とプラスチックと電気、で電気は先にやっといてよかったね。プラいける、これプラすごい使わないかな、ちょっとプラの拡大すでに視野に入れないといけないですね。この辺である人はあんまないんだけどとりあえずね、押してる、これ押してこれなのか、あーちょっと
まあここに行きたいからやるけど、かすってるぐらいだね、距離ね。そこでドローンも作れるぞと。ドローン発見しました、基地に送ります。あ、そういうことなのね、と。ちょっと資源取ろうかな。だっけ、すべての資源を取る、じゃないな。買い目は残そう。さあ、多分この辺取っちゃっていいから。何にもないね。あれ？こんな資源ない。あ、ここ、これそうじゃない？これプラスチック。あ、いいね、いいね。プラスチックないからね、取らないと。これもそうかな。プラだね。これ多分ドローンかフリーワーカーかが行くはず。行ってる行ってる行ってる。フリーワーカーかな。さあ、これ維持費下げてもいいですね。どうせプラスチック使うんで、先に維持費下げとけば、ほら、45。15減ってよと。まあ、今40ぐらい使ったのかな。30ぐらいか。まあ、ね、2年でペイできるね。で、ドローンは年間に5個できると。うん。めちゃくちゃいいんじゃない？で、次は、これサメハンターのロッジ。これサメをですね、餌という食料にするための狩りみたいなもんだよね。さあ、ちょっと一旦見てみるか。これが石油を取るやつ。銀を取るやつ。まあ、石油リグとか言われるようなもの。なんだろうと。で、これが製油所ね。ピストン的な。動いてるよと。で、ここにドローンを作る工場。そして、酸素。電池と。これ工業地帯ですね。この辺何かあったら、もう終わると。で、ここは水を酸素に変えてるんで、水というのもフリーエネルギーですよね。さあ、北サメハンターのロッジ。食料でもだいぶ改善したと思うんですけどね。まあでもサメはいい栄養源になるんじゃないかな。あんなに食料になるよね。さあ、これサメを、漁をすると、漁獲する施設で、維持費は酸素。酸素か。酸素需要今27ね。まあ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 、そのバリエーションで言うとね、いろんなものがあった方が当然いいと思うんですよ。これどこでもいいのかな。酸素ってじゃあつなぐのか。そうだよね。じゃあこの辺かな。いや、こっちにしようか。さあ、司令部から資金の援助もあったと。バンバン研究しよう、じゃあ。ちょっと海面の強化しよう。範囲拡大かな。人増やすか。であれもドローンなんだよね。さあ、ドローン、ちょっと空きドローン数みたいよな。何人か分かんないよね。お金来てるんで、研究。これやってみようかな。シンボル機のホログラムディスプレイを設置できる。住民の満足度が上がると。あれ、ハンターの、生産量が 10% 増加する釣り場の近くにあるとってことね。まあ、シナジー系はちょっとしんどいかな。これ、一応あれ、上がってないのかな。ね、さあ、ちなみにそれはペイント機能ありますね。すべての建物を統一してってこともできますけど、例えばね、こう真っ黒にすることで、ね、かっこよくできると。ほら。何色にしよっかな。黒いいですよね。ピンクとかにする。こんな感じね。だ、黒、ピンク、赤みたいな。赤はラインなのか。白かな、ラインは。黒赤とかかっこいい色もできる。どうしようかな。ピンクと緑かな。あ、これピンクじゃない。こうかな。オッケーオッケーオッケー。この色でいきましょう。あ、もうすぐ倉庫がいっぱいですと。倉庫は、
数出てないですかね。倉庫ってちなみに作ってないよね。あ、待って。あ、足りないわけじゃないか。倉庫はどれかな。インフラか？インフラじゃないか。生産かな？倉庫がないと。保管スペースを行うか、新しい倉庫。倉庫は右下のツールバーにある公共施設ね。オッケーオッケー。ドローン製造工場の近くにあるプラスチック工場。わあ、反対側にあるな。これ近くにあるとってあるけど、この距離でダメなら結構近くない。効率 100% だもんね。さて、公共施設ね。これか。あらゆる種類の物資を保管し、フリードローンやフリーワーカーが出し入れするところとして機能すると。まあ、つまりこれはね、こういったところにあった方がいいのかなと。今多分遠いでしょう。で、これパイプとつなぐ必要はないので、この辺とかでいいかな。さあ、養殖場区作る場合、生産コストに注意しようと。例えば、海面は収穫まで1年ほどかかる。あ、そんなかかるのね。こう、二つ目いっちゃおうかな。ちょっと生産量一旦把握しよう。まあ、把握しようって言っても多分。ね。書いてないってことは、すごくね、上下するんだろうと思うんだけど。昨年、あ、てかもう冬じゃん。案外ぬるいですかね。まあ、こういう見方すればいいかな。あー、なるほど。でもちょっとランダムなのか。でも、8月すごいね。どっかに、その、ね、収穫期というか、あったりすんのかな。まあ、合計で言えば、一応増えてはいるというとこで。じゃあいいかな。まあ、今増えてるのは明らかにこれ拡大したからだよね。で、倉庫は、はいはいはい。やってますよと。服行きましょう。さあ、これは制作かな。マネジメントで海産物の維持、消費量を減らすと。はあ、食べないんですかね。で、固定資産税。家につき、毎週プラス1。毎週取るんだね。やるねと。あるのに、もうないのか。プラスチックある、お金ある、鉄。鉄作ってないよね。鉄作ってないからダメだよね。鉄か。あった。鉄の採掘場ね。今、あれっていうか鉄でもないよね。どこだろう。まあこれいっちゃうか。海底基地アップグレードできますよ。年間2000クレジットの収入、倉庫2500貯蔵、影響ポイントも増えると。鉄は鉄採掘所の研究がいる。じゃあ最初あれかな、拾ってくるしかないのかな。鉄ある、鉄。鉄はどれだ？あ、これかな？あ、ポップランか。鉄見当たらないですね。これ先にあれ貿易増えるんじゃないかな？あ、これ鉄かな？あったあった。いや、でも、あの程度の量じゃね、ちょっと使うのは怖いな。さあ、鉄を探せ。あった。まあ、一旦いいでしょう。さあ、海底基地できてよと。固定資産で多分幸福度下がるんだろうね。さあ、最終強化。海面採取場の近くにある海産物採取場は生産が増えると。貿易行きましょうか。
さあ次回かな、そこは。さあ今回はね、一気に人増えてこの辺増やしてと。で生産強化もね一気にしたんで、まあできるとこはね、まあ次のを止めてるのは工具というもの、これもまあ研究がいるでしょうというところで、これもちょっと上げとくか。で人員に関してはね、ちょっとまあドローン今作ってる段階で、これねこれしてみても一機とかそんなに増えないからね。でこれ維持費的に結構いろいろかかるけど、まあプラかな、一番大きいのは。だプラ今拾ってるからいいんですけど、これ2機目もありじゃないかなと。年間504ね、ボーナスがついてるけどもと、ちょっと維持費とか下げた方がいいかな。いや海面えげつらい音使うねちょっと誰かしんどいかな。あそこでなんか輸送だよね、ここに多分倉庫できたんで行ってると思うんですけど、あそこもちょっとやるか。プラス1000個とかめっちゃ増えるもんね。でもさっきの強化終わってて収入は増えてるぞと、ね、指令ドローンフィーバーとか行きたいな。まあ、これ自体にもねお金かかるんで、まあここのね収支情報を見ないといけないけど、まあまあまあ施設コスト24しかないんで全然全然ね、先月が250なんで、まあ1割くらいと許容範囲でしょう。